孔子翼、孔子翼、孔子翼、本彩区、1889年3月4日から1946年、昭和21年9月26日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。日本統治下の朝鮮出身の日本陸軍軍人としては、王皇族として、皇族と同等の優遇を受けた、李銀中将と並び、 最も高い階級に上った。太平洋戦争後、戦犯としてフィリピンで処刑された。1889年、李氏朝鮮軽機動安城の両藩の家に生まれた。本願は南洋講師である。1905年、明治38年の日韓保護条約締結後、大韓帝国の陸軍武漢学校に入学している。1909年、明治42年に、 陸軍武漢学校廃止に伴い、日本の中央洋年学校に国費留学し、主席で卒業した後、間もなく陸軍士官学校に進学した。当時、陸軍士官学校には大韓帝国からの派遣留学生が何人も在籍しており、1910年、明治43年の韓国併合に衝撃を受けて、後日、独立運動に身を投じた者も多数いたが、 こ校は今決起するのは朝鮮の独立回復につながらず、しばらく県産を積み実力を要請した後、戦うべきがとして、旧友たちと路線を分かつ。1914年、大正3年に陸軍士官学校を卒業し、26期。卒業時の成績は742人中31番、陸軍不評少尉に任官、第1師団第1連隊に配属された。 1923年、大正12年には、陸軍大学三35期も卒業している。日本統治時代に、陸軍大学校に入学した、朝鮮人は、李銀、桃山県一、李健、李と彼だけであり、皇以外の三人はいずれも大日本帝国で、皇族同様の優遇を受けた、王皇族であった。1925年、大正14年には、 陸軍参謀本部に配属され戦士編纂に当たった。1929年、昭和4年には陸軍少佐となり、1931年、昭和6年8月に陸軍不評学校協会を経て、1933年、昭和8年4月関東軍司令部に配属され、満州国軍に顧問として派遣された。法天軍官学校、 陸軍士官学校に相当の指導に当たったほか、軍官学校の募集対象に満州国在住の朝鮮人を含めることとし、それまで日本人、満州人、沿岸系朝鮮人に限られていた満州国軍将校の門校を朝鮮人移民にも開放した。1934年、昭和9年に陸軍不評中佐となり、1936年、昭和11年まで、 関東軍司令部参謀部に勤務した。広氏は旧韓国軍、日本陸軍士官学校時代からの旧友である、韓国幸福軍司令官池晴天から、大韓民国臨時政府に加わったらどうかと誘われたが、朝鮮の独立には未だ時期が至っておらず、今立ち上がることは、良作ではないとして、旧友の招兵を断った。だが、その一方で、 池政典を含む旧韓国軍出身の抗日活動家と秘密裏に友情を保ち、その家族を慈悲を持って支援したり、これは一歩違えばこう本人にも危険が及ぶ行為であった、創始解明が行われた時も、最後まで解明を行わず、正の広氏をそのまま死とした。広氏は日本統治下における朝鮮人の立場をイギリスにおけるアイルンド人のようなものと息子に、 説明していた。また、高層皇帝が歌手した大韓帝国の軍人直輸を、障害身につけていたとも言われている。1936年、昭和11年に、陸軍副評学校の教官に転勤し、翌1937年、昭和12年の日中戦争勃発に伴い12月に、中止派遣軍司令部に配属され、中国戦線に派遣された。 1938年、昭和13年2月には、中止派遣軍特務部員として、上海に派遣され、3月に陸軍副評大佐に昇進して、公安委員調査官、元は文官のポストであったが、当時の軍の権限拡大により、軍人が配属されるようになっていたとなり上海の家中連絡部に配属され、情報収集や政治工作に従事した。 1940年、昭和15年8月に留守第一師団司令部に配属され、1941年、昭和16年には陸軍少将,将に進級、河北の河北省に駐屯する、不評第108両団長となり、河北の八祖寺軍を相手に戦った。八祖寺軍参加には朝鮮義勇隊の河北死体がいたが、同年12月にコケ賞の戦いで、 日本軍に打撃を受け、主だった隊員が戦死したり捕虜となったりした。1942年、昭和17年4月から1944年、昭和19年3月までは、陸軍公主令学校の幹事、副校長となっていた。1944年、昭和19年3月に、人を不慮収容所長として、フィリピンに赴任、同年10月陸軍中将に進級。 同年12月には在費第14方面軍兵誕館となって終戦を迎えた。皮肉なことに、これが長年彼が心の中で望んでいた朝鮮解放の瞬間であった。終戦後は故郷の朝鮮で教師になり静かに暮らしたいと望んだ彼だったが、結局解放された祖国を見ることはできなかった。連合国軍から捕虜収容所長時代に、 食料を不足から捕虜に十分休養できなかった責任を問われた広氏は軍人として弁解や証言することを潔しとせず自らについては一切沈黙を守ったただし自身の法廷では沈黙を続けたため一切の証言記録が残っていないが他の先般被告人を弁護するための証言は積極的に行ったため広氏の置かれた状況や心情は他の裁判記録によって 間接的に知るることができる韓国国内では日本の陸士同規制などを中心にマスコミで救命運動が行われたが結局流れを変えることはできなかった。その結果、マニラ軍事法廷で先般者として1946年4月18日に死刑判決を受け同年9月26日にマニラで処刑された。時世の歌は 昔より遠視せしも者はまたありわれも、またこれに加わらんのみ、くよくよと思ってみても、愚痴となり、敗戦罪と諦むが、よし。広氏は独立後の韓国では、新日派として、球団の対象となった。長男の高国義ニは、早稲田大学を卒業後、朝鮮銀行に勤務していたが、当時の李正万大統領の直接命令により、辞職させられた。また、未亡人の李英も、 東京女子高等師範学校、現、お茶の水女子大学を卒業していたが、韓国に帰国した後は、一切の職業から追放され、日本に戻らざるを得なくなった。二人ともアメリカに移住したと言われる。なお、孔子翼は、戦時中に、朝鮮出身脱走兵を臨家にかくまっていたことがある。この時間に、脱走兵をかくまう、朝鮮人の家と考えて、 広ロの自宅へ捜索に訪れた憲兵は、中から陸軍少将、当時の軍服を着用した広ロが出てきたことに、協天し、そのまま逃げ帰った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。